日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。前にまず腹ごしらえということで、セブンイレブンで販売されていたなんかポケモンおにモンスターボールおにぎりや、はじめとするおにぎりいろいろやカップデリ、さらにチョリソ冷凍ピザ、ちょっと中身今温めてるんですけど、金の角煮など、あとスイーツもいろいろ食べていきたいと思いまーすいやー、20年ぶりの冒険ということで、あ、で、何が20年ぶりなのかって言いますと、多分ゲーム実況チャンネルの方では先に上げてる、あるいはこれと動画と同じ日には上げると思うのですが、ポケモンの最新作やろうかなどうかなって迷ってたんですけど、自分が配信を見せてもらってるとある配信者から一緒にやりましょうよと言われたので、まあ20年ぶりに復帰することにしました。ですがその前にちょっと腹ごしらえかなということで、今回いろいろ買って食べていきたいと思います。セブンイレブンでクーポンとか結構残ってたんですよね。では今回数が多いので一つ一つ感想を言ってる余裕はちょっとないかなと思います、ね、最後には特に美味しかったものをピックアップして紹介したいと思います。それではまずこちらのお野菜大事ということで、カップデリほうれん草のごま和えから食べていきたいと思います。ではおー、ごまが香って香ばしい。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします私たちでしっかり腹ごしらえして冒険に備えたの。20年ぶりの冒険、あなたはどんな気持ちでやるの？そうですね、そこまで難しく構えたくはないのですが、いろいろと違っているみたいなので、マスターデュエルみたいなカルチャーショックを受けて、それでゲーム本編がなんてことのないようにだけはしたいと思う。でもやっぱり楽しみではありますね。あとセブンイレブンで腹ごしらえすると何かボーナスがもらえるということでもあるので、それを狙ってのことでもあります。だけどしっかりお料理は味合わせていただきますよ。って思ったけど、これ結構お腹にたまるな。ぶっ、うへえ、やっぱ一気にやるもんじゃなかったかもしれないとちょっと後悔気味。大丈夫かな、幸先。ごちそうさまでした。いやー、おにぎりこんなにお腹にたまるとは思いませんでしたね。なので途中かなりスローペースになってました。やれやれ、いっぱい食べると美味しくていいんですけど、種類も考えものですね。次からご飯系はもう少し控えるようにしないと、まあこんなに食うやつにどこにいるんだって突っ込まれそうですけどね。ちょっとすみませんけれども、美味しかったです。遠足のお供であるおにぎりだけど、食べ過ぎると動けなくなるかもしれませんね、なんて。そんなに食べないかと、まあ おにぎりについての感想はこの辺にしておくとして、まあ、何が美味しかったかと言いますと、まあ、最初はまずこれですね。金のマルゲリータ、トマトの酸味がかなり強くてカリッとした生地とともによく合っていて美味しかった。ちょっと前にピザハットでなんか500円ピザというので、そちらはチーズを楽しめたんですけど、こちらのセブンイレブンの冷凍ピザはかなりトマトの味を楽しむことができるピザでしたね。解凍した後にオーブントースターで焼くという若干手間はかかりますが、それだけの価値はあると思います。そのわけにカロリーも意外と低いんですよね。なんでなんだろう。待って、次はどれかな。こちらの宇治抹茶のわらび餅、わらびもちもち巻き宇治抹茶のわらび餅ですね。中にあんこ、宇治抹茶わらび餅、クリームが入っていて、弾力のあるもちっとした食感の生地がそれを包んでいます。もちもちした食感がお好きなのであればぜひ食べてみてほしいですね。結構弾力のあるパンケーキで包んでいるような印象です。最後にそしておにぎりの中で一番美味しかったのはこちらの、あの黄色い、ハイパーボールかなをイメージしたような濃厚豚骨ご飯と半熟煮卵もやっぱり豚骨が入っているので、煮卵が皆さんのものも合わせてご飯なんですけどラーメンにかなり近い味がしました。
で、おまけにマヨネーズも入ってますね。で、ただもう一つのこちらの炙り揚げソーセージのおむすびも思ったのですが、なんかポケモンとコラボしてる割にはマヨネーズが入っていることや、それに胡椒もまぶされることまで、あまりお子様向けのおにぎりではないです。結構ボリュームもあって食べ応えはあるんですけど、反対に食べづらいと思います。なんだろうな、結構初代から年月経ってるんで、大人のポケモンファンもこれでもう一度プレイしてみてはいかがですかというセブンイレブンとのコラボメッセージなのでしょうか。なんとなくそんな風に勘ぐってしまいましたですが、やっぱり美味しくて良かったです。というわけで今回はかなり種類が多かったので、まあ、途中の字幕で全部表示しましたけど、改めてここでも表示しますね、何を食べたのかは。抜け漏れがあったらごめんなさい。なので今回は今挙げた3つ、ピザ、和もち巻き、宇治抹茶わらび餅、豚骨ご飯半熟煮卵おむすびの3つを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。